マービン・コンパーはドイツ・ビュルテンベルク州中ンゲン出身のサッカー選手。現役時代のポジションは DF。元ドイツ代表。父親はフランスグアドループ出身。趣味は映画鑑賞。2002年までは VFB ・シュトットガルトのユースチームに在籍していた。2003年にボルシア・メンヒ・エングラートバッハのユースチームに移り、2005年にプロデビューする。 マルセル・ヤンセンらの怪我により、2006年秋頃から、レギュラーとして出場するようになった。一転して2007から08シーズンは、出場機会が限られたため、2008年1月2899ホフェンハイムに移籍した。2008から09シーズンは30試合に出場して1得点した。2008から09シーズンは、センターバックの不動のレギュラーとして30試合に、 出場し、4から5の乱戦となったベルダーブレーメン戦で、ブンデスリーが初得点を決めた。2009から10シーズンは DF ヨシップシムニッチとコンビを組み、ディフェンダーチンサイタの32試合に出場した。2013年1月、セリエ A のアッコフ・フィオレンティーナへ完全移籍した。2014年8月、RB ライプツヒへ2017年6月までの3年契約で、 完全移籍した。2019年7月、MSV デュースブルクへ完全移籍した2008年11月に、ドイツ代表に初招集され、19日のイングランド戦で代表デビューした。ホーファンハイムオフィシャル1899、ホッフェンハイム公式サイトハット、コンパーベクセルトナーハフローレンツホッフェンハイム公式、2013年1月25日。 ノックスター・ニューズ・ガング、マービン・コンパー・バーテディ・グッド・エビー・ゾー・フォート・フィア、RBL ・ RB ・ライプツヒ公式、2014年8月3日、ハートネ・キク・キット・ハット・ズイヒ・グローンと、コンパー・ツバヤー・レイム・ジー・ブラスト・ライファン2019年7月2日、デーブ監督、ホッフェンハイムの2選手を招集ゴールドット・コム、2008年11月14日、ありがとうございます。